今日はですね、あの12月23日、私のライブ DVD 山本沙耶香ライブツアー2020アルファが発売になりました。おっおっということで、まあなんかゆるーくなんですけど配信できたらいいなと思って配信始めました。ですね、昨年あのライブ DVD ね発売した時にも、この今後ろに映ってるちょっとね飛んじゃってるんですけど、ユニカビジョンさんにもね、あの私のライブ特集をしていただきまして、前回がねすごい好評だったので、今回もできないかなということで、あのユニカビジョンさんからお話をいただいてですね、やらせていただいております。あ、今この放送のね私のライブ特集が今日の19時で最終らしいです。あの見てないって方ね、今日が最後になっちゃうんでね、もしお近くの方はね、まあ、機会がっていうか、もうあと1回なんですけど、もし見れたらね見てもらえたらいいなって思います。それでね、1週間前にユニカビジョンね告知をさせていただいた時に、地方で見れないって方もね結構いらっしゃって、でなんかそれに答えられないかなっていうのでね、スタッフさんと相談してこうやってね生配信やらせていただいてます。この後ね、あの19時から最終の回のね私の放送特集をね後ろバックに配信しますんで、一緒に見ましょう。今日何曜日でしたっけ？水曜日か。じゃあ週のど真ん中やし、まだ時間的になんか忙しいって人も多いのかな。なんか本当にゆるくね、みんなのコメント拾いながら喋っていきますよ。はい。お。で、まさか発売日で後ろに商品があります。あ、そうそう。今日ね発売日なんで DVD こんな感じで置いてあります。うっ。やっぱりうるさい。これが初回限定版ですね。はい、でこれが通常版ですね。DVD ですね。こっちね、これがね、でこれが FC 版ですね。でこれが通常版のブルーレイになります。すごいですね、こうやって見るとね華やかですね。せっかくなんでちょっと FC 版ちょっと開けてみます。開けていいんですか？開けて大丈夫です。FC 版を開けますか？あ、そうですね、一番でっかいやつ。FC に入ってないって人にも特別にちょっと見せちゃうわ。うん、あんまり見せちゃうとあれ。よし、ああ重い。皆さんね、もしか FC 版手に取ってもらえてますかね。すごい、結構ほんまに重い。多分30キロぐらいあるかも。そんなない。さ、おしゃれじゃないですか。これはね、イラシですね、うん。ちょっと開けたいと思います。かわいい、ありがとうございます。今日届いたよって、ありがとうございます。嬉しい。撮ってくださったんですね。おお、開けますよ。うん、よいしょー。すごい、もういきなりブックレットが入ってますね。うわ、すごい、この分厚さ。すごくない？これこんなによ。全然早く見える。すごい。いや、私もねチェックで、あ、やばい、落とした。やばい。記念すべきひびが入りました。CD に記念すべきひびが入っちゃった。見えるかな？重すぎて、ね。これ、ちょっと入っちゃったけど。まあ、ええや。え、でもすごいな、これ。これ見てほしい。あの、ライブね、DVD なんで、ライブの写真がね、これ何サイズ？超でかいですよ。これにいっぱい入ってるんですわ。あー、かっこいいですね。チュラッチュラッチュラッ、いた。この感じでね、 FC 版には入っております。どんだけ重いの。クサクサクサメキ、クサクサクサ。聞こえたんかな、メキって。 CD の方はね、こんな感じで入っておりますよ。
素敵ですね。特別感どの、あ、日々入ってていいのでくださいって確かに特別な日々ですね。これは大事にしたいと思います。大きい、そう大きいんですよ。聞こえた、メキって聞こえたんですって。これ今じゃあ閉まりますか。じゃあ後でね、後でっていうか皆さんもちょっとねチェックしてみてくださいね。あとねそれぞれこんな感じでございますよ。こうですね、すごい。あ、今日何日ですか。23か。23。あ、そうですよね。もう早い人はもう見てくれてるんかな。あ、後ろこんな感じでかっこいいです。うん、すっごい。あのね、これ今配信ご覧くださってる皆さん、ぜひハッシュタグ山本さやか生配信でつぶやいていただきたいんですけど、あのすみません、あの山本さん今日23じゃないですか、はい、あ、すみません、ポンコツスタッフです、横から失礼します。スタッフさんが喋っておりますあの明日クリスマスイブで、うん、明後日クリスマスってことで、なんかファンの皆さんになんかプレゼントとかをなんか渡したいなと思ってんですよ。で、何あげます、そう、何あげようかなって迷ったんですけど、テレビあげない、テレビじゃでかすぎで、なんかファンの方がこう喜ぶもの僕買ってきたんで、それとあとはなんかクリスマスカード書いてプレゼントしていただくって、うん、いいね、大丈夫ですか。もちろんです。ちなみにあのクリスマスカードなんですけど、かわいい、2つ買ってきたんですけど、どっちがいいかちょっと投票してもらって。どっちもじゃダメですか。あ、どっちでも、いや、あの1名様しか、そう1枚、あ、じゃあ1名様、どっちがいいですかね。どっちもかわいいけど、でもこっちの方がいっぱい書けそう。こっちはこれね、裏と、え、何これ、え、それ裏になんかメッセージ書いて、裏に、あとこれもどこに、これとこれをこういう、ここか、そうそうそう、これか、そうこっちだったら、え、これはどこに書くんだ。これはね、中の赤、ここ赤、はい、赤の方に書くんだ、はい、とか白でもどちらでもいいかな。こっちにしよっかな、じゃあ個人的に、右って言ってるけど、どっち、こっち、赤の方のこと、赤い方が可愛い、白い方が可愛い、どっちでもいいから欲しい切実で、ちなみにでも赤い方って声が多いかな、赤い方にしよっかな。こっちにしますね。こっちにいっぱい書いて、にっしり書いて1名様にプレゼントいたします。で、そのプレゼントっていうのが Bluetooth スマカー、すごっ、で、すごっ、ドン Bluetooth スピーカーですって。え、こん、私が欲しいJBL ですよ。そうっす、時間もかかるんで。ね、これ時計ってことですよね、真ん中。めっちゃいいやん。そうなんですよ。めっちゃいいじゃないですか。あとはこれ。何これ。何これ。エトのキーホルダー。怖い。あとこれ。あ、ちょっと見せて。当たった方にも漏れなくこれも。なんかこの牛のキ、牛さんのキーホルダーもついてくるみたいです。えっと、キーホルダーですって。なんかでも金色でなんかね、ご利益がありそうな。で、それを読むと、この袋に入れて皆さんに送るかと。ちょっと広げてもらっていいですか。これをね、こちらの袋に入れて広げると、広げると、うん、ちょっとサイズ間違ってすげえでかい、でかでかけど可愛いですね。いいでしょ。そうそう、 これをですね、そのハッシュタグ山本さやか生配信をつけて、そのつぶやいてくださった方の中から1名なんですけど、今日の9時までなんですよね。その9時までに送ってくださった方の中から選ばせていただきま す、うん、そうですね、ちょっと25日に間に合わせるためにやっぱ9時までじゃないと。そうなんですよね、もう25日クリスマス当日にこのカードとプレゼントを送ろうと思うともう間に合わないんで、9時まででお願いします。全部にサインを、あ、サインしときます。じゃあしますします。え、なんか牛も結構欲しいって言ってる人いますよ。あれ、おばあちゃんがつけてそうなキーホルダー、それ修学旅行生がいらんのにノリで買うやつもうすぐ国家試験やから欲しいな。いいですね、いいじゃないですか。そうですね、あと山田さん放送まで5分弱なので、うん、まあその間ちょっと書いてもらったりペンとか、じゃあちょっと後ろのね
放送までちょっと時間があるんで、そのクリスマスカード書きますか。こういうのも買ってきました。あ、なんかシールも小学生が好きそうなシールをつけてますね。あれですよね、ツイッターでいいんですよね。ツイッターで、ツイッターでつぶやいてくださいね、皆さん。あとで私もちょっとそのハッシュタグ追って見に行きますね。どういうことみんなが書いてくれてるのか。あれ、これ封筒ですよ。あ、これ封筒か。じゃあ、こっちか。そうっすね。あ、どうも。そっちでもいいのか。こっちか。ここに書くのか。ここですね。はい。牛にサイン書くの、確かに牛には書けないかもしれない。じゃあちょっとクリスマスカード書いてみようかな。あとね、3分か、もうあと3分でね、後ろのミニカビジョンで私の特集が始まるんで、それまでちょっと書けるだけ書きたいと思います。クリスマスカード、こうか、こうか、そうっすね。こういうのね、あんまセンスがないから。ちょっと頑張って書きます。 LINE 来たわって言ってる。私の公式からなんか送られたのかな。何送ったの。パーカーかわいい、やった。スタッフさんのセンスがかわいい、やって。40歳のおじさんが選んでくれました。どうしよっかな。こういうこういうのになんかマジックの方がいいのかな。あ、メリー、でもこれはね、キラキラしてる、キラキラしてるのか。じゃあ緑でメリークリスマス。赤、誰か教えて。似顔絵を、誰の似顔絵。私の似顔絵ってこと？絵心マジでないけど、どうですかね。お、すごい、私の DVD 見ながら配信も見てくれてるんですって。嬉しい、ありがとうございます。赤と緑でちょっとね、カード書いていきますね。あと何が使えるかしらね。なんかツリーとか書いて、牛書いて。牛はもうキーホルダーでよくない。すごい、これリバーシブル、このペン。すごいよ、見て、リバーシブル。まもなく始まります。やっぱ始まっちゃう。まもなく始まる。もう終わってから書こう。カードはただちょっとまだ間違えそうで怖いんだけど、どうつながるか。ちょっと間違えそうで怖い。大丈夫かな。緑がいい。クリスマス、なんかメリークリスマスって書いて、その横になんかツリーとか書いたらやっぱいい感じかな。公式 LINE 感謝、よかった。ネオンちゃんの似顔絵、あ、ネオンでよければね、全然書きますよ。もう何回も書いてきたんでね。え、ねえねえねえ、どっちがいいかな。メリークリスマスは緑、緑、じゃあ緑。多分もう後ろカウントダウン始まってますよ、ね、もうちょっと始まりますけど、書きます。なんかほんまに大丈夫かな、入るかな。これ間違えたら間違えたでもういいかな。間違えたっていうか、ちょっと難しかったら、なんか変になったら変になったでいいかな。音が出てるかな。始まった、全然光って見えないよ。一回ね、画面押すと、もしかしたら、あ、なんか鳴ってる、すごい、今何ですか？一輪草かな？ちょっと待って、音が出ないね。見えるかな？ちょっと一瞬外出て拾ってきていいですか？音。ユニカビジョンで配信が始まりました。LINE キューブ渋谷でやった無観客ライブです。めっちゃ緊張したな、これ。でもね、ライブができるだけほんまに良かったなって思いますけれども、ちょっとうるさいかな。お、見えてるって。
ね、現地で見れない方ぜひ見てください。これ衣装もほんま可愛かったよな。あれ戻った。あ、すごい音きた。すごい。を見起こしてた。大丈夫ですね。音聞こえるかしら。無観客でのライブはやっぱまた違う緊張なんですか。そうなんですよ。静まり返るんでね、会場が。強く強くハモろうかな。触れること知ってるかのように今といる瞬間を。ライブ行きて、行きたいね。私もライブしたいわ。演出が良かった。すごい嬉しいわ。見えるかな。あ、私カウントダウンジャパン行く予定だったのに残念でしたね。本当そうですよね。またね、絶対にリベンジしましょうね。頑張って出させてもらうように。我慢。ハモリ新鮮。そうですよね。ライブでハモることはないからね、自分が。キュー、行くよー。わー、待ってまーす。バイト休憩中です。大丈夫ですか。もう終わっちゃうかな、休憩。ライブ行くよ。ありがとうございます。みんなとライブしたいよ。部活帰りなおです。気をつけてね。お疲れ様。お、一輪草が終わりました。さて、これは途切れ途切れですかね。あ、前半部分がっつりとかですか。いや、違うんです。これはあのこっちが選曲させていただいて。選曲されてるんですね。じゃあいいとこ取りや。そう、いいとこ取りの。あ、でも一曲一曲はフル尺です。全部フル尺でね、一曲を一曲お送りしますよ。え、これ何したっけ、ここ。あ、あの曲だ。この2曲目ぐらいはまだ全然緊張してます。ほんま5曲目、6曲目ぐらいまでずっと緊張してたかな。緊張長かった。2曲目、トゲですね。ヨッチさん
何分ぐらい流されるの？32分ですって。長いですよ。それまでね、お付き合いいただければと思います。トゲスキーありがとうございます。かっこいいって、ありがとうございます。トレンド入りしてる？イエーイ。トレンド入り早くも皆さんありがとうございます。トゲ大好き、嬉しい。豪華すぎるね。そうですよね。この曲パリイケメンなんすが、今日さらうものをねじ伏せるような世界ならば夜は寝れない、けばいけないような生き方などしていない、いつも年間は歌詞を違えて2番やったで、生きた東京は寒いですか？まあ、今日は比較的暖かかったかな。夜はでもやっぱちょっと冷えますよね。皆さんお気をつけくださいね。体調どうやら明日はなんかちょっと前の天気予報によると寒い、天気悪いみたいな感じだったんでね。バカバカしい。どうぞ好きなだけ笑えばいい。この前カラオケで歌ったよ、やってまさに嬉しい。スペラドシャネタカー、歌詞間違うのさやかちゃんって感じで好き。おさやねえとカラオケしとる気分じゃ。広島の方かな。トゲが終わりましたね。何曲あるんでしょうか。32分だとどれぐらいかな。お、これは今回の DVD の見どころですね。これはぜひ見てほしい。久しぶりにねダンスしたんです。見えるかな。もうね、体力をね作るのが大変だったんですよ。久しぶりのライブでもうなくなりまくってて、もうずっと制作しててね、あの机に向かっての仕事だったんでね。トレンド現在3位ですって、ありがとうございます。13位ですって、ありがとうございます。1位を抜かしました。ありがとうございます。急上昇みたいな感じかな、のトレンドかな。これ日本のトレンド。ぶっちゃけフィールザナイトをバーで聴きて、確かにおしゃれ。このためにレコードプレイヤーとレコード買った、ありがとうございます。このねステージいっぱい使って踊るのがね結構大変だった。失礼しました。
ちょっと寒いからわかんない。ラップも好き、嬉しい。もうやっとね、ラップも恥ずかしくなりました。恥ずかしくなくなりましたね。慣れてきた。